来ました。やっぱ顔つきが全然違いますよ ね、 そうなんですね。本当大人びるよね、一気にね。覚悟決めた男、女の子もみんな綺麗になるよね、はい。あったな。まず6日間ありがとう。ありがとう。たくさん夏の思い出ができました。何？正直皇室に来る前はこの短期間で好きな人ができるか不安だったけど、今は自信持ってココちゃんが好きって言い切れます。いや、ね、いいセリフだな。初めて会った時、黒髪ロングが似合っててめっちゃ可愛いなって思ってました。だからツーショットに誘いました。ココちゃんが元気な時も元気ない時でも笑顔にすることができます。ユーマ応援してるぞ。世界最高な彼氏になるので、ずっと自分のそばにいてほしいです。好きです、付き合ってください。うわー、ストレッチ。いい告白やな。いやー、いいですね。さあロビン、負けるな。思い伝えます。いけ。実は心が追加メンバーで来た時からずっと気になってて、で1対1で話したら本当に緊張しちゃって、めっちゃで何話したらいいんだろうみたいな、口漫才みたいになっちゃって、会えない1週間の期間とか写真見返したりして心のこと考えてたし、花火見てた時の心の笑顔とか、アイス食べてた時の心の横顔とか、もっといろんな表情を見てみたいし、もっとこれから二人で思い出作っていきたいです。俺が心のことを一番幸せにします。俺は心が大好き。お、振り切ったね。こんな俺でよかったら付き合ってください。いい告白だったね、どっちもさ。どっちも良かったね、キャラが寝ててよかったね。あ、すごい、本当にさっきまでずっとギリギリまで悩んでたんですけど決めました。あ、なになに、どっちか、どうなんのこれ。ゆうまくんは一緒にいて楽しいなって思ったし、なんか本当初めてのことばっかりだったからめっちゃキュンキュンしたし、けど、うん、なんか何話したらいいかなとか考えたりして、自分の素でいられない部分もあったかなって思って、これから一緒にいるって考えたらちょっと違うのかなって思って、今回はごめんなさ い、 いや、ありがとう。あ、じゃあ、あーちゃん、ありがとう。いい関係だよ、本当。じゃあね。
果で期待してた部分とか、うん、そうだよね、なんかそういうところがあったから、なんか普通に悲しかったです。いやすごかったよ、やれることやったし。頑張って、うん、やってた、本当よくやってたよ。動かせようとしたんですけど、うんうん、まあ、できなかった。いや、めっちゃ好きでした。ユーマ、俺こっからめっちゃモテると思います。確かに、ね、確かに相手の気持ち分かって、しかもいいことまでやってくれるよとか、うん、めちゃくちゃこっからモテるやろな。ルビン君は自分が素でいても話しやすいなって思って、すごい優しくしてくれるから嬉しいなって思います。だけど、え、自分には気になる人がいて、気持ちを整理しようと思って頑張ったけど、もうちょっとなんか時間が欲しくて。そうだよね。気になるけど好きにまではなれなかったです。今回はごめんなさい。ありがとう。こちらこそありがとう。バイバイ。バイバイ。なんか自分の中でまだ亮太くんの気持ちがゼロじゃなくて、朝集まった時とか話してる時もなんか目で追いかけちゃってる自分がいて、なんか本当にもうちょっと切り替えとか上手にできたら変わってたかもしれないなって思います。振られた。俺も振られたよ。でも最後までしっかり考えてくれてたって言ってたし、悲しいけど、でも頑張ったよ。まあ、友情だ。いい、仲良くなるで、こっから。いや、そうっすね。いやそうっすね。選びませんでしたね、どちらも。一瞬ロビン来るかなと思ったんですけど ね、 そうですね。もうちょっと時間あったらチャンスあったなと思うんですよ ね、 ね。さあ、ということで匠がイチカかリムどっちに行くのか。うわ、僕は結果リムちゃんに行くと思います。おお、同じ同じ思っちゃう。やっぱ最後のあの姿勢比べからのハグが、いやいやいや、やっぱ男子からしたらたまらないでしょ、ね、ですよね。可愛かったですよね。とどめ刺しましたよね。ちょっとね、行きましたよね。怖い。あー、怖い。本当にやだ。
じ場所で待ってるってことか、それぞれ。なるほどね。どっちに来んの？バカラ好きだ。ほんの一瞬で惹かれ合って恋に落ちる。世界が色鮮やかに見えた。マジでガツガツいくから受け身になってほしい。恋する週末ホームステイ。